えーす。お疲れ様です。おー、それをカメラ回してんだ。回してます、回してます。これまで逆だね。あ、逆ですね。寿司だよ、買ってきたのは。あ、テイクアウトを買ってくるって言ってたんですけど、寿司だったんです、ね、そう、今日ほら、ゆっちうち泊まるんでしょ。あ、そうですね、今日ちょっとお邪魔します。だったらほら、やっぱいいもの食べないと。しかもどこの寿司かというと、寿司工さんのお寿司でございます。あ、結構都心部にお店ありますもんね。そう、で、その寿司工が今月から始まったのよ、テイクアウト。あ、そうなんですね。そう、もう最近ですね、本当に最近始まったのよ。で、しかもだよ、一番高いやつです。マジですか。100貫食べてみたとかよくやってるじゃん。あ、よくやってますね。まあ、はい、あれもいいと思うんだけど、はい、まあ、俺はさ、いいネタをさ、腹8分目ぐらいで食べたいんだね。あー、なるほどね。贅沢ですね、もうちょっと贅沢ですね。ほら、もう5択はいいから食べよう。いや、そうですね、もう。いやー、ということで今日は寿司だよ。いや、結構大きいですね、これ。2人前とかじゃないから、これ。え、これ何人前ぐらいあるの。これ4人前でございます。あ、4人前も。4人前です。いくらぐらいだったんですか。2人前だと6000円なんで、まあ、でも一番高いグレード。そう、一番高いやつだから。で、回らないお寿司屋さんだから。回らないお寿司屋さんだからよくわかんないけど。いいですね、回らない、まあ、回転寿司のお店ではなくて、はい、大トロとかも入ってるからね。あ、マジですか。ウニとかも入ってるから、ね。やば。だから2人前でも、まあ、6000円ぐらいはするんだけど。まあ、まあそうですよね。これ4人前で1万1000円でございます。あ、ちょっと安くなってるんですね。そう、数が増えれば増えるほどね、安くなってくるの。めっちゃいいですね。だから4人前買ってきたから。そういうことだったんですね。そう、だから1000円お得だから。まあ1000円もでかいじゃん。でかいです、かなりでかいでしょ、はい、そう、だから4人前にして。でも4人前だと1人は食べられないし、はい、で、今日ゆっちー泊まるって言ってたから、はい、じゃあまあたまにはね、いい寿司を、まあ、もちろんこれよりも下のグレードはあるんだよ。そっちはもうちょっとリーズナブルで、じゃあ、はい、僕のためにこれいいやつを頼んでくれたんですね。まあゆっちーのためっていうのもあるし、まあ、単純に俺が食いたいっていうのもある。他にもなんか手巻きとかもあったんだけど、やっぱ寿司はさ、こう握ってある寿司食べたいじゃん。そうですね、確かに、ね、職人さんが。だ、今日は握り寿司でございます、うん。しかも寿司工は歴史あるからね。そうですね、結構長いですね、うん。長いですよ。温かいお茶と一緒に食べたい。はい、あ、ですね、もう。そう、用意してます。本当ですか。鹿児島県産の粉末緑茶、こちらでございます。カメラに見せないと、はい、これね、毎朝飲んでるんですよ。あ、そうなんです。朝飲んでるんですね。この粉末緑茶で寿司工の一番いいグレードのお寿司をいただこうじゃないかと。最高の企画でしょ、これ。最高っすね。粉末の緑茶とか飲まないでしょ。飲まないですね。でもお寿司屋さん行くとやっぱあるじゃないですか。まああるよね。これで、はい、俺はこの赤いコップで飲みます。お湯を注ぐだけで終わりです。これで美味しい緑茶が、どうぞどうぞ、はい、いただきます。飲めますんで。あー、いいね。お寿司に合いますよ、これは。このお茶美味しいですね、これ。うまいのよ、これ。おかわり自由です。中に醤油が、あー、いいね、いいね、醤油入ってますね、はい、洗い物減りますね、うん、これ、これいいね。チャララ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 、うーわうーわー、やばいっすね、これ。これはすごいでしょう。一番高いグレードでございます。いや、もう 見たら分かりますね、これもう。これは圧巻だね、この景色。あ、これもうずっと見てられますもん。じゃあ見とくだけでいい。いやいや、してください。毎回このくだりじゃねえか。全部で13種類のネタでございまして。どうよ、これゆっち。いや、ちょっと驚きすぎて声が出ないです。これなんかもう食べずにさ、はい、なんか飾っときたいですね、額縁に入れて。オブジェとしてさ、家の玄関とかに置いといてもいいんじゃないかっていう。で、これことぶきというね、商品なんだけど、ネタが大トロ、中トロ、炙り大トロ、うわ、やば、タイ、カンパチ、サーモン、アジ、ボタンエビ、生ズワイガニ、あと子持ち昆布にウニ、ウニ、イクラ、イクラ、アナゴ。やばいですね、ちょっとラインナップがやばすぎます。まあこの中で高いのはやっぱり大トロと、うん、まあ、ウニかな、うんうん。ちょっと今日のワッキー TV は自宅で贅沢寿司でございます。ですね、もうめっちゃ贅沢です、うん。しかも築地寿司工の。いただきます。いただきます。ホッチさん、どれからいきますか。中トロ、大体中トロからいくのよ。スタートは一緒。じゃあスタートは一緒にしようか、はい、いい感じの刺しが。うまそうだな。何もつけずにね。いただきます。いただきましょう。いただきます。ちょっと今日はやりすぎたから、ワッキーTVは。もう一発目でちょっとやばかった。溶けますね。溶けますね、いい具合に、はい、醤油なくてももうこれだけで結構ネタの味がしっかりしてるんで、ね、いけるね、これね。新鮮ですね、すごい。なんか選ぶのもさ大変だね、これ。はい。どれからいこうかな。もうなんかチョイスをミスりたくないなっていう。次、大トロいくわ。あ、もう大トロいちゃった。じゃあもうサーモンいただきます。大トロです。
そしてサーモンです。だからサーモンもあれだね、溶けそうだねこれね。うわ大トロ甘い、すごいなこれ、サーモン美味しい。これ醤油ほんといらないな、うん、ほんと醤油いらないです。だけどさ、うん、醤油をネタにつけた時にさ、うん、油がプワーっとところを取りたいのよ。なるほどですね。そうだからもう一発大トロいきます。ただ大トロ食べたいだけじゃないですか。わかります、ちょっとわかんないか。わかんなかった。肉眼では浮いてんだけど映像だと伝わってないかもしれないけど。うん、そんな言われた、言われたら、うん、うまっ。じゃあ次は炙り大トロかな。マグロ三昧。大トロこれやばいですね。炙り大トロでございます。香ばしいね。いややっぱうまいよ。よく言えばねさ、俺やっぱり手で食べたいんだけどね、こういうのは。はい、まあでも今ほらね、こういう状況だから一応箸でね、はい、カンパチいくわ。あ、カンパチ、うん、うん、身がもう弾力があるんだけど柔らかい、うんうん、わさびのバランスちょうどいいですね、うん、なんかわさびちょうどいいねこれね、うん、ちなみにさ、ゆっちーはさ、ネタは何が一番好きなの？子持ち昆布を。やっぱマグロですね。あ、マグロが好きなの？やっぱマグロです。ちょっと炙りマグロ、うん、炙りマグロすごい。海苔の風味もいいし、うん、食感もいいね。うん、すごい音しますね、うん、昆布もうまみがあっていいです、うん、炙りはうまいよ。うわこれ反則です。これはうますぎる。矢脇さん、今日こんな美味しいものを食べれて、うん、止めてもらえるんですよね。そう、そういう予定だからね。最高じゃないですか。ちょっとズワイガニいっちゃおう。イクラもらっちゃいますね。イクラもちょっと粒めちゃくちゃでかいです、ね、うん、うん、あーうまっ。これバチ当たんねえかな今日。これイクラやばいです。粒めっちゃ大きいですね。あ、そうで逆ですね。ちょっとこれもらおう、うん、プチプチしないじゃんこのイクラ、はい、新鮮な証拠。うん、うまいわ。サーモンもすごいよこれ。サーモンも甘いじゃん。サーモン甘いです、すごいねこれ。ウニです。いただきます。ウニうま。アジめっちゃ美味しいです。ほんと？あんまり食べないですけどアジとか。いやウニもうまいよ。うん、アジやばいですね、うんうんうん、ちょっとウニいただきます、うん、これもううまいよこれ。ウニやばいっすね。一瞬で海に連れてってくれますねこれ。うまいね。考えたでしょ。考えました。最近何食べた後の感想を、ね、ネタ帳みたいな。ネタ帳ちょっと作ってます。あるんかい。 iPhone のメモリ。これさ4人前なんだけどさ、ネタがうますぎてさいけちゃうね。全然いけますね。これでもまあ50巻ぐらいはあるんじゃないの。 ありますね多分、うん、じゃあここでアナゴです。なんかもうこのグレードになるとさ全部が豪華な食材だから。あ、アナゴもなんか2つ乗ってんだよね。あ、ほらちょっとボタンエビいただきます。あーうまい。うん、エビめっちゃ肉厚ですね。今日はダメだなこれ。お互いもう食べて、うん、うわとかうんとかうめーとかあーとかしてこれしか言ってないもんほとんど。築地寿司工さんはさ、うん、カウンター席があってさ、うん、目の前で握ってくれてるわけですよ、うん、まあ、テーブル席もあるんだけど、はい、でこのチャンネルで紹介まだしてないんだよね。そういう、あ、そういうので、プライベートなんだよね。あ、そうなんですね、うん、飲んだ後に軽く 4,5 缶食べてくとか。そんな贅沢なことしてないですね。まあ、でも寿司工あれだよ、はい、安い値段だと90円からあるからね1缶。あ、そうなんですね、うん、ボタン意味もすごいねこれ。いや、すごいですね、うん、ものすごいこれ大きい。あ、カニすごっ。うん、うん、エビ甘いな、うんうん、うわ、カニうまっ。いや普段カニとか食べれないですからね。ロバキさん一番好きなネタって何ですか。あ、俺、はい、サバなんだよね。サバ好きですもんね、うん、ここには入ってないけど、うん、あ、シメサバが好きなんだね。あ、そうなんですね、うん、シメサバ酢の感じが良くてね、はい、だいつも俺シメサバって言っちゃうから、はい、ワッキーさん安上がりでいいっすねみたいな。まあ中トロも好きなんだけど、でもまあシメサバかな。ずっと好きだから。あ、そうなんですね。で寿司食はほらこういうカードあるからさ、うん、あ、いいですね。スタンプカードですか。そう、全部貯まると2000円分割引。めっちゃでかいですね。2000円飲食すればスタンプ1個、うん、4万円分使えば2000円引き、はい、還元率はまあ
いいよね。高い方じゃないですか、ね、うん、で寿司子がさ宴会とかで行く人たちもいるから、から結構大人数で行くと、はい、これ一気に埋まっちゃうから。ああなるほど、ね、そうで漢字やって、うん、こういう使い方もある、うん、そういうことですね。寿司子は、うん、みんな あのお金も集めて、じゃあ私やっときますって、うん、悪いやっちゃなはい、ということで寿司子のことぶき4人前いただきました。まあ寿司子は何でしょう、看板は見たことあるけど入ったことない方もね結構いるんじゃないかなと思うんですよ。まあゆっちもその一人だったらしいけどね。もうもっと早く知りたかったですもんでこれに関してはあのテイクアウトメニューだからね、これは、うん、6月から始まったから、うん、ぜひ築地寿司子のお寿司めちゃくちゃ美味しかったので、下にホームページのリンク貼っておきますんでチェックしてみてください。すごい、ゆっち今日泊まるでしょ。今日そうですね、止めさせていただきます、うん、だから太ももさここに敷くから、あここでいいんですか、ここで。そうここでいいよねって、わけさん、いいですよ、このがいいソファーがやっぱあるんで、このふっかふかの、あソファー、ソファーがあるんで僕もうここでいいですよ。いや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 、せっかく来たんだから、布団で、いやいや布団で寝てもらうから。えいいんですか。いいよ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 、もううちにはさお泊まりセットもあるから。あえわけさん、じゃあお泊まりセットもあるんですね。あるのよ、ほらこれで寝れるでしょ。えいいんですか、この、ね、あちょっとここ後で片付けるから。なんかすいません本当に、これでほらどうですかで掛け布団で、うわもう最高じゃないですか、うん、いいでしょ。ワッキーさんち来てあの、うん、こんな待遇してくれるんだったら、食が好きでワッキーさん大ファンとかいるんで、うん、連れてこようかなと。やめろやめろやめろ俺のプライベートなくなるわ